はい、こんばんは、いちごおさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、もうね、あの、ついにこの時期が来ました。日本アカデミー賞、話題賞ですね。こちらの時期が来ました。1日1回しか、あのー、応募ができません。ブレイブと三浦春馬さんで投稿をお願いします。 今回は、えー、マッケンユーさんが主演なので、正当な評価ができる、してもらえるんではないかなと思っております。あとですね、2021年、HMV 年間ランキングですね。こちらが、2位がセカホシ。 4位がテンガラモン6位ブレイブでツーリストは集計期間外となっておりますで続きまして今年にあ来年初旬には、えー、太陽の子も発売予定となっておりますもうツーリストすごい良かったですね是非まだお買い求めいただいてない方是非ともよろしくお願いいたします でもね、私、セカホシよりもね、天モンの方がね、上に行くかなと思ったんですけど、意外と良いんだったんですね。びっくりしました。でも、三浦春馬さんの作品がこんなにね、何本もね、入ってるってことね、素晴らしいと思います。おめでとうございます。パチ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 ,パチ。はい。もう、あのー、もしお買い物と埋めていただいてない方ね、 あのブレイブの方もねすごいいい作品ですあのー、三浦春馬さんが語りかけるシーンとかはね本当にねいいと思います重大ポイントを三浦春馬さん演じてらっしゃいますのでぜひともお願いいたしますご視聴いただきましてありがとうございますチャンネル登録グッドボタンもお願いします あ、すいません、世界星ね、1月にね、あの、新週スペシャルでね、やるみたいですので、ぜひともご覧になってみてください。